どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜ、ニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまうからです。ニュースや過去の出来事などに私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。すでに過去に回バンされていて、このチャンネルは3代目です。で、今回追加した雑談はこちら。なんと、日本が209カ国から入国制限されていた。こりゃびっくり。驚きのあまり今回はちょっとマリサの口が悪かった気がしますが、許してあげてください。嘘ーん。毒ばっかり吐いてるのは霊夢だろ。おほほほほ、否定しないとは大人になったな。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。同じく説明欄には過去にアップした動画一覧へのリンクもあります。ニュースや歴史、茶番や感動ものまで盛りだくさんですので、他のもぜひ見てみてください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でもリンクを押すだけですので簡単です。さらに説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。このチャンネルがバンされた時の連絡などに用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。このチャンネルやサブチャンネルには、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画を上げてありますので、お試しに見ていただくのも良いかと思います。しかし最近はマジで攻撃が少ない気がするな。そうよね。他のチャンネルの人たちも同じように攻撃されてない状況なのかしら。よくわかんないけどな。一時期はみんな、広告剥がしだー。って言ってたけど、最近は聞かない気もするな。そう言われればそうかもね。もう無駄なことに使えるお金がなくて攻撃できないのかもね。どうかな。YouTube の仕様が変わっただけかもしれないからな。YouTube の仕様といえばさ、インプレッション数が上がんないのは相変わらずなのよね。おすすめ動画とかに表示されない。って件だよな。ほんと困るよな。これじゃ一生懸命こうやって告知とかしてもなかなか気づいてもらえないもんな。ね。絶対に過去に攻撃された分の報告数とかで、おすすめに表示しないように YouTube が判断してると思うわ。ある日を境にどんどん下がったからな。多分そうなんだろうな。悔しいわー。うむ。広告つくつかないより、そもそも見てもらえないのはきついよな。ふおおー、うん、ガルルルルー。怒り浸透なのかな。バル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 。また更年期か。ギャオー。お腹すいたんだな。はい。続きはニコニコ動画でね。